エルです。今回はドラクエイレブンやっていきます。さあ前回ね、なんかもう何したんだっけ、家事をカンカンやって、なんか剣作ったんだよね。なんでこの先ね進んでいきます。そう、ワンちゃんがいる。クンクンしてる。どうしたの？あ、だけ？じゃあな。さあ何かがある。これなんだ？不思議な形を手をかざしてみます。はい、なにこれ。パッコンカココン、木を切るべ。オーラは木氷、森の恋人。はぁ、よっちゃれよっちゃれよ。なんだなんだ。誰何？あ、橋がぶっ壊れてるんだ。昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。本当だよ、ひどいことするな。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。いたずらデビル。スネオじゃん。スネオなんだが。これでも食らえ。いたずら変身ビーム。どうなんの？それ。ギョエ。あ、犬になっちゃう。そういうことか。かわいそうすぎない？え、なんかかわいそうすぎないかこれ。やっぱり天才かもね。じゃあこいつを倒せってこと？次はどんないたずらをしようかな。オッケー。うってててて。うわ、宝箱ある。いいな。そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。オッケーオッケーオッケー。それをぶっ飛ばせばいいと。任せてよ。どこにあんのか知らねえけど。今の光景は一体なんだ。お前この光る根っこに何かしたのか。いや、触っただけ。ぐーん、かわいそう。マジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。ね、信じられねえよな。ロー出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈そうにねえぜ。本当だよな、よろしくな。まあ、どのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。そうね。さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。はい、まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。え、でも空っぽの宝箱あったんだよね。え、開けちゃったんだよね。来た道戻んのか。オッケー。多分こっちだと思うんだよね。空っぽのやつ見つけたんだよね。あ、びっくりになってるわ。さあぶっ飛ばしましょう。じゃ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 ーん、参上。俺はいたずらデビル。ほーん、でうげー、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞー、むーんがい。おいおい、どうした？それで終わりか？もっとびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。行くぞ。よっしゃ。いや、鍛えてきたんだよね、こっちも。さあ、いたずらしてやる。声あるんだ、すごいね。さあ、ぶっ飛ばそう。暗いな。ギラ。
熱っ。こいつ意外と強い、もしかして。こいつでどうだ。くらえ。来た。これであれじゃない、連携できんじゃない、連携。こいつでどうだ。連携できる、連携するぞ、シャドウアタック。やってやろうぜ。いいね。さあ、かっこいい。さあ27、27いて、死なないんかい。さあこれで終わるんじゃない。ナイス、いたずらデビルをやっつけた。ナイス。それ102、ナイス。102ポイントもらった。なんてこった。でも普通に強かったね。オイラの方がぶったまげた。あ、消えちゃった。お前、おーい、おーい、旅人さん方。はい。まさかあんた、あのワンコロか。やったよ。わっ、あ、じゃない。おう、オラは木こりの満腹。満腹。あんたらのおかげで人間さ戻れただ。よかったね。ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。あ、早速で悪いけど橋直して。手伝えることか。なあ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋は早いとこ修理してもらいたい。そうなんで、橋直してほしいんだよ。それならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。ガチありがとう。ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。そうね。いやいや、お待たせしてすまんかっただ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。これ後ろのさ、上のあれでさ、神殿かな。ありがとうね。うん、いい橋できてんじゃん。もう仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。それにしても、そこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。うん、ありゃよく考えたら命の胎児の導きに間違いねえべ。へえ、なんかヒントみたいのもらえる。命の胎児の導き。んだ、胎児の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてただ。世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の胎児さいうもんだ。そうなんだ。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われる神木だな。あんまよくわかんねえや。難しくてわかんねえや。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた胎児の根っこが顔を出したもんなんだ。まあ要するに根っこに触ったらなんか見えるよみたいな、そういう感じでしょ。そしてあの根は選ばれし者だけに胎児の意思を伝える。まあ勇者だからね。オラのじい様はその不思議な奇跡を胎児の導き、そう呼んでいただ。はい。オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じい様のほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。まあそりゃそうだよね。何も起きなかったら忘れちゃうよ。命の胎児に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし。いや関係ねえだろそれ。関係ねえだろ。勇者様は命の胎児に愛されし者ってわけか。まあそういうことだな。まあいいや、さっさと行こうぜ。そうだね。来た、帰ってきたんじゃない。ただいま。あ、みんな
ウキウキでよかったわ。はいはいはい。ただいま。おかえりなさい。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。マジ？お腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。はい。何？あんた誰なんだい？え？どういうこと？何言ってるんだい？うちの子はまだ6歳だよ。怖い。お前さん、私をバカにしてるのかい？どういうこと？さ、とっとと出て行っておくれ。でないと人を呼ぶよ。怖い、どういうこと？どうなっちゃったの？エマが。エルはどうなったの？あそこは6年前からずっとあったんだよ。違う、10年前からあったんだ、あそこには。どうした？ワンワンワン、これあれだ、なんだっけ、名前忘れちゃうんだよ、この子。ヒック、私のスカーフ。あー、スカーフがかかってるわ。取ってあげなさい、あなたが。ありがとう、お兄ちゃん。これはエマだもんね。私、エマっていうの。お兄ちゃんは？お兄ちゃんはエルって言うんだよ。ん？そう。あ、わかったわ。お兄ちゃん、あの子を探してるのね。違う。あの子なら、テオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。全然違うよ。まあ一応ついてく？あ、いた。え、これガキエルじゃね？やば、ガキエルに会っちゃった。大丈夫か？ねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。あ、もう取ったよ。あ、じいちゃん。わかった。待っておれ。今行くでな。おや。どうも、大人になったエルです。はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？うん、知らないよ。え、これどうなっちゃうの？あの青年はわしに用があるようや。じいちゃん、二人は向こうで遊んでなさい。いい子だ。さてと。どうも。お前さんもあの子じゃな？そうです。そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわ。わかるんだ、やっぱり。そんな辛そうな顔をして。一体何があったと言うんじゃ？わしに話してみなさい。故郷がさ、うんぬんかんぬん。テオの言いつけを守って石の村を出た後、自分の身に何が起きたのかをテオに話した。なるほど。どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。そうなんだよ。頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。いや、本当におじいちゃんも辛いだろうな。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。ありがとう、その方が決心つく。だが、こうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。はい。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。
戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。はい。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。はい。分かったよ、じいちゃん。しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保者じゃ。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。ありがとう。元気でね、おじいちゃん。さあ、滝に行くか。まだやってる。お兄ちゃん、さっきは俺を言いそびれちゃったけど、今のスカーフ取ってくれてありがとう。いや、気にすんな。またこの村に遊びに来てね。そりゃもう、もちろんよ。前も強くなれよ。晩御飯までもう少し遊ぼうよ。エマは何して遊びたい？それじゃあ、ペオおじいちゃんのとこに行ってみましょう。あ、ぼやけてきた。ああ、3人で一緒に遊ぼう。ああ、消えた。え、待って、建物なくない？何ぼーっとしてんだ？大丈夫か？大丈夫かも、わかんない。家ぶっ壊されてるんじゃん、最悪。エマは？これエマんちだよね。まったくひでえことしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。いや、なんかもうさ、エリがさ、あれだよね、捕まえた後デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。でしょうね。なんか恨まれそうだよね、村の人たちから。エリが、お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか。いや、もう見えたとかじゃなかったよ。何、白チュームみたいな。え、違うわ、なんだろう、不思議なもんだ。面積夢みたいな。夢の中で自由に動けてた。お前のじいさんに会ってきたとはな。そう、お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。そうかもね。それじゃあ、じいさんの言葉を信じて石の大滝とやらに行ってみるか。行こうぜ。石の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。そう。なんか辛いよ。辛いのはわかるが、うん、ここにいても何も始まらない。行くぞ。行こう。